はい、どうも皆さん、こんにちは。なおとエンターテイナーロードの時間がやってまいりました。あのです。さて、今回はですね、いろいろとね、お見せしたいものがね、ございます。なんと今日はですね、とあるね、有名人のね、サインをね、お見せしたいなと思います。ではね、それではね、早速ね、お見せしましょう。レッツゴー！皆さんね、動画を見ている方は、うすうす感じてると思うんですけど、僕ね、山本さやかさんがね、大好きなんですよ。なんかすごい告白みたいな感じになってるんですけども、まあね、このパーカーもですね、実は山本さやかさんのパーカーなんですよ。レインボーパーカーですね。ほら、レインボーパーカー。山本さやかさんがね、レインボーのね、アルバム発売して、買って、そこでコンサートもね、見に行きました！早速なんですけども、今回ですね、こちら、じゃじゃーん！山本さやかさんのサインでございます。AKB を応援してた時に、握手会プラス、なんか抽選でサイン会があったんですね。これね、当てたんですよ。こっちが、11月のアンクレットの時が、初めてのサインですね。で、これはなんとですね、僕の誕生日の前日8月10日、ジャーバージャーのね、シングルの握手会の時にね、当てました。やっぱこっちの方がね、すごいね、嬉しかったですね。誕生日の前日に当選したので、よかったです。で、最後はね、ちょっと画面上にね、映したいと思います。こちら！なんと、山本さやかさんのね、写メを撮りました。これもね、アルバムの僕たちは、あの日の夜明けを知っているかな？多分タイトルそれだと思うんですけども、まあ、写メ会ね、当選したんですよ。それでね、行きました。いや、嬉しかったですね。ようやく、念願が叶ったというか、卒業前にね、行けてよかったですね。サインとね、写メをね、お見せしました。山本さやかさんがね、卒業した時はね、すごいね、泣いちゃいましたね。見た時、マジでと思って。8月10日ね、サイン当てた日なんですけども、その時も本当に泣きそうになりましたね。これで握手会も、終わりになっちゃうのかなって。でね、卒業されてからは、山本さやかさん、ソロ活動されております。卒業してからもね、シングルとかアルバムね、買ってます。コンサートもね、行ったんですよ。I'm Ready のコンサート。ソロになっても、全国ライブなど、あとは音楽番組もね、出演したりしております。M ステも見ました。僕はね、NMB をね、卒業してからもね、ソロの山本さやかさんをね、応援しておりますので。はい、ということで今回はですね、山本さやかさんのサインと、そして、写メをね、お見せしました。最後までご覧になっていただき、ありがとうございます。以上、ナオトエンターテイナーロードのお時間でした。また、いつかお会いしましょう。 See you! 皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォロー、よろしくお願いします。また、いつかお会いしましょう。See you!